剛さん、この東京湾のボートアジングゲームは、はい、特にあのちょっと沖合でやるバチコンゲームって、シーズン的にはどんなの？ですね、遊漁船ですね、アジニ船に同乗するんでしたら、比較的早めですね、5月とかからも、できる場合が多いです。あのその場合コマセで寄ってきた味を、一緒にするんで、ワンも小さめのものを使ったりとかするんですけれど。何月ぐらいまで行けるんですか？それはね、10月とか11月でも結構行けると思います。シーズンは長めです、ね、それが、まあ、東京湾にたくさんある乗り合い船の釣り、乗り合い船の釣りです。乗り合い船の釣りって料金いくらくらいなの？ですね、半日でしたら多分6000円とかそんなもんだと思います。今日でと9000円とかそんなもんでしょ、うん、なるほど、はい、今日僕たちはあの小さい船をね、はい、3、4人で釣る船をチャーターしたわけですけど、はい、これだと大体1人1万円1万円前後だと思いますね、今大体、ね、ただ、こちらの方はシーズンがちょっと短いんですね。あ、そうなんだ、はい、というのはコマセで寄るのとあのちょっとアジの種類自体がちょっと違うんですね、はい、あの沖合のストラクチャーとかそういったところに、ついていて、うん、で小魚とかをメインで回ってる、あのメインベイトにして回ってるようなもの。具体的には何月から何月ぐらい？ね、ちょうど今ね始まりかけたぐらいですね。今日が9月1日ですかね。8月の終わりぐらいから、大体その連れ出したという声が決まって、結構遅くまで釣れるんじゃない？これもそうでもないですね、多分ね、まだみんなこの試行錯誤している段階なんで何とも言えないんですけれど、うん、1ヶ月か2ヶ月ぐらいじゃないかなと思っています。10月いっぱいぐらいから行くかもしれない、行けるか行けないか分かんないんですけど、 それぐらいって感じですね、はい、釣れてるっていう情報が入ったらだから早めに行動した方がいいですね。なるほど。ともあれ、はい、一昨年くらいからいい調子ですよね。そうですね、行くようになりましたね、一昨年、はい、去年今年とね、はい、で乗り合い船の方は大体そこら辺、あの一昨年ぐらいから大体あのよく聞かれるようになりました。でこの釣りに関して言うと、まだ去年ぐらいからあのちょっと試行錯誤でみんな始めた感じなんで、まだまだちょっと情報がわからないところはあります、うん、で、ちょっと乗り合い船でやるやつよりもサイズは多分こちらの方が安定して大きいのが釣れるんじゃないかなと思います。まさしくそんな感じ、はい、はい、ということで皆さんもぜひぜひ、はい、来て、楽しんでください。なかなか40の味なんてね、そうですね、はい、今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。